さんがとりあえず一番になれたことは嬉しいよね。マークがあるってことでモチベーションは毎日の管理がモチベーション上がるんです。毎日やっぱり一生懸命見てないと、あとの動作の違いとか毛色の、毛の色のね、ツヤ、ああいうのが分かんないですよ、やっぱ毎日見てないと。やっぱり調子良くなると動作も違ってくるし、やっぱ健康状態がやっぱり、ね、すごいマークあることによって一生懸命見てられますよね。だから毎日の管理がモチベーションを持ってできるってことなんですね。その結果が1位になれたってことはやっぱり嬉しいですよね。まあとりあえずそれで、あと100杯いたら100杯見てたら絶対に当たらないんですよ。やっぱり10杯20杯に絞って、そいつらを年中見てるんですよ。ある程度絞っておかないと騙されちゃうんですよ。全部100杯全部見てて当ててたんだよ。血統っていうのは特にシャンテリーっていうのは一回来ると続けてくるんですよ、ないことに。だから今回の場合も続けてくるし、まるで大体続けてくる性質が強いんですよ、ね。まあ、エスピジョン の母親も全国エスピジョン、全国9位で親子で全国エスピジョンですからね。でもエスピジョンはさっき言ったように続けてくるからエスピジョンがすごく多いんですよ、ね。結局俺はオールラウンダーの鳥を目指して最初から作ってるんですよ。とか600、700で当日ギリギリに帰ってくる鳩の鳩作りのあれなんですよ。だから800ぐらいが一番狙ってる距離なんですよ。当日一番ギリギリに帰ってくるのは、そういう鳩が一番勇気あるんです。暗くなっても飛んでくるから、まあ、1000キロになってもある程度こうそれが持つんですよね。そう考えた方がいいっていう、要するに極端な鳩を作らないってことです。羽が短いとか羽が長いとか両骨が高すぎるとか大きい小さいとか、やっぱりまあ標準的な鳥じゃないとオールラウンダーにはなるんですよ、簡単に言えば。で自分自身も極端な鳥は嫌いなんですよ、管理っていうのは結局規則正しい管理ですよね。これが一番簡単だけど一番難しいんですよ。まあ、極端に言えば鳩を飼うんじゃなくて鳩に飼われなきゃそれってできないんですよ。で自分の感覚としては鳩に飼われてると思う。で休み一回もないんですよ、ね、旅行行った時だけが休みなんですよ、ね、だから365日鳩に飼われてるから、やっぱり回数伸ばしたいですけど ね、もう少し置いて、まあ、マークに限らずまとめて 1,2,3 ってまとめて帰ってくるのを楽しみにしてるから、で自分の勝つなんだ、一番の勝ったって感じの時は総合 1,2,3 取ってその中にマークバトが混じってるっていうのが一番の勝ったっていう勝ち方なんです。1羽だけ1回勝ってもやっぱあんまり勝ったって感じしないんですよ。そうなんですよ。1回1位と2位やってそこの時だけはね、もったいなかったよね。これはどうですか、普通取ろうと思ったらやっぱり全力で行かなきゃ取れないんで、やっぱりね、全国1位になったんですね。ただ東京でやってる場合、中地区の場合はね、分母との勝負なんですよ。分母がどうしても少ないからなかなか難しいけど、それでも頑張って全レース優勝するつもりは出してんだけどね、やる気でいるんですけど、気持ちだけは。はい、ありがとうございます。やっぱし波動レースをやって、初めは協会のタイトルを意識してなかったんですけれど、だんだんと意識して、で、最優秀級者になれて、もう、夢のように今びっくりしてます。もう大変嬉しい、嬉しい一言です。やっぱし西日本で、成し遂げてないから大変素晴らしいと、まあ、まだ反応はまだ知らない人が多いから、うちのチソバトは初めからのやつだったらネベ、モイエダン、マリアテレス、この辺が3本の柱、もっと古いやつはいろいろありますけれど、まあ、この辺の子孫が多い。チョコレート色の
タネバドがいて、その子がたくさん飛ぶ鳥ができて、でそれの数を増やして今現時点でその鳥の血が多い濃いやつがたくさん入ってます。で血が濃くなると飛ばないから、いけつをものすごい考えて、いけつを入れてまた戻して、そういう作り方でやってます。何年に1回ぐらいいけつを入れることが考えられます？毎年入れてますね。若くしたらまたこれもあかんしっていうような感じです。基本的にはシンプルで手をかけない、手間をかけないいう感覚を一番大事にしてまして、でもう絶対しなあかんのがレース前の、ポイントの訓練、鳩の状態を見ながらどこで訓練するか、ただ一言それにつき尽きりますね。持ち寄り当日やるか前日やるか、その判断は、鳩の張り、ツヤ、餌の食べ方、このいろんなのを見て、これはいかなあかんな。鳩は観察することが一番大事と思います。とりあえずは、連盟のどのレースにもシングル入賞10位までに鳩を入れるということで、とりあえず目先の連盟レースの入賞を考えてレースやるつもりです。だから全国のタイトルとなると気が重たなりますので、連盟の入賞を一生懸命頑張りたいと、その先には、協会のタイトルもあるかなと。わかりました。ありがとうございます。